だと思います。はい、うん、こちらのホテルはプレアリゾートホテルで大きなカジノのあるホテルの一つになります。で、私は、大体カジノにするときはこのソレアリゾートに来てカジノをやっています。これ以外に、岡田マニラとあとシティオブドリームとあるんですけど、まあ、ソレアリゾートが私一番雰囲気が良くて好きなので、大体カジノ、まあ、バカラですね、バカラやるときはここで遊んでます。あんまり見る場所はないんですけれども、少しぐるっと回っていこうと思います。で、カジノ内は映せないんで、とりあえず映せるところだけ、映せる範囲だけ映していきます。で、ここエントランスとかカジノの中が仕切りもなくてバッチリ映っちゃうんで、注意しながら映していく感じですね。で、1階のフロアがカジノルームですね、ほとんどが。だから入ってすぐゲームで遊べる感じです。で、ここでクロークで荷物を預けて、1階におしゃれなバーとか、あと、まあ、食べるもの、食事スペースがあって、で、1階のここでチェックインするときはチェックインします。で、1階泊まったことあるんですけど、まあ、カジノと併設してて遊びに行くのも動きやすい感じのホテルですね。で、中もすごい綺麗で、で、見渡しはそんなには良くないんですよね。建設中のビルだったりとか、まあ、海が見えても海自体がそんなに綺麗じゃないんで、あんまりいい感じではないですね。うん、で、ここにもロレックスが売ってあるんで、なので、まあ、カジノで買って買う人とかもいるんじゃないのかなって。こっち側からは、まあ、おしゃれな感じでどちらかでも入れて、で、2階にかな、2階にプールとかあとジムとかがある感じですね。日本料理屋さんですかね、日本料理屋さんって言ってて、で、こっちが高級な感じのご飯の食べる場所があって、で、こっちとは別に反対側にはまあ安く食べれる場所もあるので、まあ、どっちで食べるかっていう感じですかね。うん、ここにも結構豪華な感じの食事どころがありますね。うん、で、ここにプールがありますね、外に。出れない。で、こっちに中華があって、で、こっちがイタリアンですね。で、ここのカジノも広すぎるので、ちょっと右と左が分かんなくなって道に迷うことがありますね。まあ、だいぶ大人の感じでくつろげる、ゆっくりしたいい雰囲気のホテルですね。